大河ドラマどうする家康がより面白くなる歴史解説です。さあ今回は前回のもう本当に続きということで、すごいいいところで次回に振っていただいたんですけれども、この長久手合戦の屏風ですね、これあの大阪城天守閣のものですけどね、あのね細かいんですよね、細かいけど面白いんです、これが。でもこれはね面白そうです、まあ、ただね、今いいですか、はい、井伊直政も活躍してるの分かったでしょ、池田鍾乳斎たちやっつけたよね、デビュー戦で、森長吉をやっつけた、手からね、それから酒井忠次、榊原康政はもう小牧山分取ったよね、そうですね、目立つよね、榊原康政は激文まで書いたよね、そうですね、秀吉の目にガンガン飛び込んでくるね、で康政なんかはその時に別な資料ではあいつを捕まえてこいと、これを書いたぞ、10万石やろ、だから10万石の首だったんですから、その通り秀吉はこの後家康と和睦した後は酒井忠次じゃなくて榊原に10万石を与えます。一人もう一人出てきてないでしょ、本田さん、本田さん何やってたと、本田さん何やってたんですか、私も本田さん好きだから本田さん出てこないなと思ってるんですけど、イライラしながら、あ、そりゃそうだ、小牧山で留守番しとれって言われた、それはあの彼の勝負に合ってないね、友田忠勝さん、もう出たくてしょうがない人ですから、酒井や石川和正の老臣たちと一緒にお前留守番にしとれそんなで留守番になっちゃったんですか、するわけないでしょでね、まあ、するわけない、そうだ、もうね、本体出てったんだよ、あ、そう、あと秀吉がそれ気がついて、動き始めたの、3万の大軍で、出てきた500の兵で、はい、何をするって、あいつらやっつけてくれしていって、ただもうね酒井虫川もねきっと止めたんだろうけど、まとめた、止めても効かないよね、そうですね、で500の兵で出て行って龍泉寺、龍泉寺ウォーターパークってあるでしょ、あの龍泉寺川のほとりのところを、秀吉軍がずっと来る時にパッと対岸に現れて500で、ね、鉄砲追いかけたり、なんかやるんだよ、ほんで相手を止めるの、ほんで止めてザーッと一緒にくっついてきて、またなんかやるんだよね、空落ちしたのか、時の声上げるのか、でまた止めるの、そんなことを繰り返しながらね、で悠然と秀吉の前で馬から降りて、馬に水をやってたの、なんちゅうやっちゃったんですよでもう撃ち殺しましょうと言ってね、すぐできますよと言って家臣が撃ち殺す、そうですそうですね、その時にね秀吉がね、あんな強胆な武士はね、いないからめったに、殺しちゃダメだって言って、よかった、将来俺の家臣にする、絶対殺すな、気に入られちゃったんですね、ちょっとそのだからもう本多忠勝の最高の見せ場だよね、まあそんなことやってたの、で、結局秀吉が駆けつけるのが間に合わなくて、家康はさっさと小牧山に戻っちゃった、時短だ踏んで怒った怒ったのはだから榊原で怒って、本多で怒ったわけね、だから彼の目にはね、酒井、榊原、本多、この4人が飛び込んできてるよ、後にどうなるか大体分かってきたでしょ、またその話はね、します、ね、またまたです、さあこの様子でちょっと見ていきますとね、まずここ、ここ2つ2箇所ちょっとアップします、ここにいるのが実は高木清秀という、こっちの四角ね、こっちの四角にいる、これが甲斐である、ここにも五っていうのが出てますが、これ内藤正成、正成とも言いますか、内藤正成だね、この2人がね、実は小牧長久手のところで待ち構えましょうということを進言した2人です、ああそうですか、あんまりドラマに出てこないし、ただしこういう、まあ、せっかくの勉強の場ですからね、この2人がなぜ描かれているかというと、長久手で、あの池田や森隊を待ち受けてやっつけましょうということを進言した二人ですから出てきます、まあ、だからこの二人あそこに出てくるからねということでね、ちょっと頭に入れといて、またあの合戦病見ることがあったらこの二人 ね、 そうですね、さあ次のはね、ここ、さっき見つけたね、あ、これあれですね、あの家康、家康の、からここ、
赤いので、うん、あの E の赤備えのそうですデビュー戦の方たちこれが金戦、はい、三畑山に馬印、これが馬が持ってる馬印、はい、ここに家康がいるんですけど、ここに家康はどうも書き表されていないよね。やっぱ違いますか、この辺、うん、一瞬こことか思ったんですが、これ違いますもんね。違う、これ頭に変な鳥がついてるんですよ。そう、鳥がついてるんですよ、うんうん、で、こう、ホロシューといってね、はい、確か情報伝達をする係だと思います。あ、そうなんです。優秀な家臣ね、ホロシューといいますね、赤ホロといいますね、うんうん、強いんですよ、これはね。おそらくこの馬印の最初これかなと思ったけど、どうも違うんじゃないかなと思うしね。うん、まあここに家康がいますよと、はい、葵の御紋の旗印も見えますと、金銭、うんうん、はい、の三畑山家康本陣、うん、でこういったところ今全部残ってるんだよ、史跡で。あ、そうですか、うん、これもう一個、これが面白いんだ、これが三畑山、はい、で今はね、富士浅間神社なんです、これね、上がったところ、うん、あ、富士浅間神社、はい、うん、長久手にあるね、はい、富士浅間神社、うんうん、三畑山家康本陣やと、まあ、ここも僕は行ったことないんですね、うん、まあまあ、もうちょっと体力回復してその気になったら行ってこようと思う回復して行って見てみたいなと思います。はい、それからこれがいい直政ですよね、うん、赤いのを全部つけてるでしょ。どこに直政がいるかというと、この立派な白い馬にまたがったこの方が直政、うん、はい、ですね、この方がね。ここを見るとちょっと面白い人が2人いるでしょ。面白い人、うん、兜じゃないものをかぶってる。あ、このこの方、うん、この方と、うん、これともう一人、ここですね。あ、いるいる、さすが目ざといね。ちょっと 洋風かぶれチック、何なんだこいつらと僕見た時に思ってね。あ、これ調べた、うん、うん、なんだ、何かぶってんだこれと思ったら、うん、そうそうなの、うん、流行してた南蛮渡来の山高帽の兜っていうのがあったんだ、うん、そうですよね。こんなのつけて戦に出るんかとこう思ったんですけどね、かぶってたんだね、うん、おしゃんな人たちですね、おしゃれな、うん、あ、そうそうそう、しゃれ者って言うんだよね、おしゃれな人、うん、こんな兜、直政なんかこうちゃんとお前立ちをつけてますけどね、まあこんな長いあの天付きの脇立ちじゃないでしょ。あ、そうですね、うん、あれは直政つけてなかったみたいですよ。あ、そうなんですか、うん、2代目からつけてますが、直政の時には赤い備えの赤い兜、うん、で脇立ちはついてない、うん、後になってこの長い脇立ちをつけた、うん、らしいですよ。かぶりにくいですよね、うん、重くて、それあんなのつけて戦出られないな、普通出られないですよね、やっぱそうですよね。で岡崎の家康行列でもね、はいはい、いいさんやる人はね、うん、あのこうやってますね、脇立ち、うん、でね、うん、でいけないのはね、うん、あの兜ってね、うん、人にこう自分がやってるよってこう見せたいもんだから、うんうん、網戸にかぶっちゃうんだよね、みんな。あ、ちょっとこうね、うん、顔が見えるよね、うん、あんなみっともないものはないですからね。やっぱり深くかぶってください、目深に。まあそうですね、うん、だからドラマ見てください、絶対に目深にかぶらせて。確かに確かに、うんうん、で一番この脇立ちをつけて目深にかぶらないと、うん、この耳が後ろに行って、まあそうですね、変なんですよ、 こうなっちゃいますもんね。そうそうそう、今年は何かね、女性がやるようですよ。ああ、そうですか、ま、いい直政を、勇ましいですね、それは、うんうん、ちゃんと目深にかぶるように、はい、あの言っといてください。誰に、はい、はい、はい、じゃあ次で、うん、これはさ、うん、その洋風のね、うん、これは榊原康政所用用の南蛮道具足で、うん、康政もこういうの持ってたの。あ、そうですか、うん、家康より拝領、東京国立博物館の所蔵です。重たそうだな、うん、だけどね、当時もう鉄砲が当たり前になったんですよ。あ、そうですね、鉄砲の弾通さないっていう、こういうふうにしないといけないんですね。危なかったですよね。そうかそうか、うん、まあこれが安政氏だった、うんうんうん、まあ、やっぱりあれクラスの武将になると何両か持ってるんですよね、いろんな具足をね、うん、その時にこう合わせて出てくるっていうんですかね。さあ次、もうあと少し見ていきましょう、はい、ここ。あ、なんか立派なのつけてる。これ面白い。団子の、うん。まずここ。はい。これがね、一番槍でかけてくと言われた人なんですが、
天野安景、槍を抱えて突進する姿が勇ましく、この人は有名なのは三河三美王で有名。三美王、うんうん、鬼、あの鬼作座のね、あ鬼作座、仏光力、はい、鬼作座、さっきその光力清永はさっき一番最初に出てきたんですよ、はい、桜山はこの時いないの、岡崎城を守ってた、うんうんうん、で3番目の土地変なしの天野三平と、はい、三郎病院、これがこの安影、この時は槍を抱えて突進する姿が勇ましいのが描かれています。そうですね、うん、でもっと忙しいのがこの団子、これ団子、団子、うん、団子の旗差し、こう馬印なのかな、うん、持って槍で一番槍をつけて敵将を殺した男がこいつ、うん、もうやりたくてしょうがない、やりたくてしょうがない、首を取りたくてしょうがない、うん、これが水野勝成、あ一番首を上げたと言われて、で水野勝成が三つの団子つけてるでしょう、はい、水野家っていうのは江戸時代に入って最初に本田家が数代続いた後、水野さんが岡崎家の藩主になるんです、うん、長い間100年以上、うんはいはいはい、その水野家の祖がこの人、うん、だから岡崎藩の五万石の歌や踊りができた頃は水野さんが藩主だったの、うんうん、そうすると藩主の水野さん蜜団子が馬印、うん、これ首なんだよ、これ意味してるのは。ああそうなんですか、うん、で見たか聞いたか岡崎様のお馬印の蜜団子というのが岡崎の成長五万石に出てきます。うんうん、出てきます。この蜜団子の意味はこれだよ。あそうなんですね。水野さんの、水野さんのこれやってる本人たち知らないんだもん。はあ、知らないんだ。うんうん、もう何年も前にこれ質問が来てね、うん、これ実はこの水団子の意味が分からないんですけど、うんうんうん、僕も知らなかったの。あそうです、団子屋さんでもいたんじゃないのとか言って適当に言ってたら、うんうん、これが出てきた。これなんですね。そうか、すごい、岡崎様のお馬印のって書いてあるじゃん。あちゃんと書いてある、お馬印の水団子、うん、いうことでね、これはあの岡崎の五万石の内容がここから来ていますから、うん、岡崎市の皆さんこれで理解されてください、はい、本当の団子じゃないってことですね、うん、人の首、人の首強いぞ俺はってことを表した、ね、怖い方でした、はいはい、さあ、はい、まあ成瀬正成、白帝文庫の方には正成が出てきましてね、うん、で正成が敵をこう組み伏せて、うん、首を取るところが描かれています。犬山白帝文庫版の長久手合戦屏風にはこれが出てくるんですが、はい、大阪城の方には出てこないんですね。ああそうですか、もうだからこれ書かした人が自分が一番主役で中心に来るように合戦屏風で作ってやるんです、はい、もうこんなのが出てくるんですよね。さあここのところ、うん、これはね敵将が死ぬところが書いてある、そこだけ見たらもう終わりたいと思うんですけどね、うん、これお分かる、うん、馬から落ちて、うんうん、あ馬から落ちたんだこれ、うんうん、落ちてるんです。今落ちてるんだ。落ちてる。この人が乗ってるわけじゃなくて、なくて馬からこの馬に乗ってたのが落ちてる、うんうんうん、これがね誰かというと飯隊に銃撃されて落馬絶命する森永義なんです。これはすごいですよね本当に。だから言いたいにやられちゃったんだ、うん、こんなような様子も書いてある。これあまさに今、うん、安藤直次に組み伏せられて首を取られる池田元助、これが池田勝鍾乳斎の長男ね、うん、で安藤直次が首を取るんです彼の。あもうこういうところに三河武士どんどん出てくるんですこれ、うんうんうん、まあ、こんなのがね出てきますわ。これ馬から降りたんですよね、はい、で安藤が襲いかかって取ると、うん、最後ここ、はい、とここ、はい、これはほら首がない、もう、うん、もう首がない、うん、残酷だよね。うん、永井直勝により首を取られる池田常置。そうですね、あの椅子があるんで、うんうん、そこまで行って、うんうん、首を取られた、はい、ね、それから取った首をほら
槍にこういうふうにかけて、あ、いわゆるこう団子ですね、うん、さっきの、そうそうそう、こうやって凱旋をするという非常に残酷な絵、当時の。いや、なんか、まあ、そういう歴史なんですけれども、ちょっとまあありえないぐらいの残酷な時代ですよね、本当に。だから、うん、その一時期あの IS なるものがね、うん、あのヨーロッパの連中を捕まえて首を切ったよね、はいはい、もう世界中がなんて残酷なことやろう。そうですね、うん、日本の400年前、うん、当たり前に首取ってたね、え、信じられない。日本は怖い国の首狩り族だ、首狩り族だって。本当だよ ね、世界的にはそうやってね言われても、そういう、なんていうんですか、歴史が残っている限りはやはりね、うん、そういうことですよ、うん、そこだけ見ちゃうとそう言われがちなんですけど、うん、日本もそういう歴史を踏んできたんだよってことはね、しといた方がいいよね。まあ大体どの国にも、うんうん、そういうちょっとね残虐な歴史っていうのはありますもんね、うん、そう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 、ね、え、さあこれ長久手のね古戦場巡り、まあこれはまあ簡単に、ここが最初に榊原が三好秀次をやっつけた白山林のところに神社が建っています、うん、からここのところは長久手のね、うん、あの古戦場で、あの堀秀政が追っかけてきた榊原たちをやっつけたところが残っています、うん、はい、これが、うん、あの色金山というね、あのここの後に家康が本陣を置いたところ、うん、こんな風にこう復元されています、うん、ここ奥に喫茶店もあってね、あ、そうなんですね、すっごいとこだよ、あ、行ったんですね先生、うん、からこれがさっき言った三畑山、富士浅間神社がここにあります、うん、ここに家康が本陣を置いた、うん、まあ、こんなようなところを巡ってこられると、うん、比較的小さい範囲で自転車も貸し出しとってくれますから回れるかもしれません。そうか、うん、いいですね自転車、はい、うん、まあ、こんなのがありますよということでね、皆さん、うん、はい、さあ、まあこれはまあいろいろなシーンがありますよということで、あんまりここはまあ残酷ですよということをこう言ってるだけなんですけど、ね、全部こう残虐なシーンですね、うん、はい、あ、すごい、まあ小牧長久手の合戦は一旦これで終わりたいと思いますが、はい、実はこれが終わってからが大変なことになってくるんですよ。なってから秀吉はね逆襲をします。ああ、そうですね、うん、信雄のところを攻めていきます、うんうん、で信雄はもう悲鳴を上げて、うん、でもういや、秀吉とね和睦しちゃうんですね、うん、協定結んじゃうの、はい、そうするともう家康はもうこれ戦う意味がなくなっちゃうわけね、うん、はい、なんだよってことになるんだけど、これで引き上げます、うん、引き上げたけど、その後秀吉と家康の関係はどうなるかというと、うん、秀吉は家康に圧力をかけますでしょうね、うん、岡崎城、岡崎城じゃなくてごめんなさい、大阪城に来て、うん、俺の臣下になれ、嫌だよ、うん、ね、はい、でその時にあの秀吉との交渉役に当たっていたのが石川数正だったんです。うん、そこで出てくる、うん、彼がなぜ岡崎を出奔するのか、うんうんうん、そのあたりの話を次回やりたいと思います。これはまたなんかこうボリュームがありそうというか、うん、まあ、楽しそうですね。これもねあんまりたくさん資料残ってるわけじゃなくってね、ある程度予想をするしかないところなんですけども、まあ一回やっておきたいと思います。いや、ここはだからあんまりなんか皆さんもね、はい、こう曖昧になってる感じで、うん、知られてない感じの部分ですので、うん、一つ見解を出していただいて、ね、はい、わかりました、ありがとうございます、はい、今日はここまでということで、はい、じゃあ次回を楽しみに待っております、はい、ありがとうございます、はい。